お疲れ様です。今日はですね、ゲーム内でね、軽いアップデートが入ったので、そちらね、紹介していこうと思います。ちゅうわけで、まあ、カードのね、あの強化とか加工で言うと、まあ、レイジがね、はい、調整されたんですが、まあ、レイジとランバーですね、はい、なんとダメージがねつきました。雪玉とザップと同じです。はい、ダメージ量は、なのでスケルトンだったりコウモリはワンパンできます。はい、槍ゴブもワンパンできますね。雪とザップ同じなんで。だけどゴブリンとかはね、まあ攻撃できないよっていう感じの、レイジですね。はい、ダメージついた代わりに範囲が小さくなって効果時間もね短くなったよって感じかな。はい、なのでランバージャックのレイジもそうなったよってわけで、まあランバーがねスケブとかに処理されたら、その瞬間レイジ落ちるんで、まあスケルトンは処理できるみたいな、まあなんだろうね、カードとかデッキとか使い方によってはものすごい強いのかなと思いながらも、どうなんだろうっていうわけで、なんか新アイテムがね、出てレベルをね一時期にタワーレベルと同じにできるみたいなのとか、あとロカランがね復活しただとか、そういったねなんかゲーム内の調整もあったらしいので、まあ早速とりあえず試合の方やっていくわっていうわけで、なんかスタンプもお気に入りができるようになったらしいんですよね。そうそうそう、スタンプのアップデートも来たみたいな。これスタンプ並べられるね。これすごい見やすい。お気に入りってどこでやるんだ。あ、これでお気に入りできるんだね。お前は絶対いらん。まあこんな感じでね、お気に入りにしとくと、まあスタンプデッキもね組みやすくなるよねというわけで、ぜひやってみてください。ではレイジがね、まあ、強化されたっていうわけで、まあレイジスケラーでも使っていこうかなと思います。まあ強化されたって今言っちゃったんですけど、だから正直なところ怪しいです。はい、怪しい匂いがねプンプンしてます。僕はね思ってます、こいつ弱いんじゃねえかなっていう、はい思ってます。とりあえずでも一旦ねやっていきたいと思います。なんかダメージがついたんですけど、最初はねレイジのバランス調整はノックバックもあるだとかいろいろ言われてたんですけど、さすがにそれは強すぎるだろうって言って変わったんですよね、ダメージ量も。そう、本当はゴブリンワンパンできる予定だったとかもあるんですけど、ゴブリンワンパンできないんで、だゴブリンバレル守れないんですよね、これ。まあ、タルがあるんですけど、これは。よいしょ。まあ、一旦打つか。一旦打てば、あのプリンも、このレイジで、はい。あ、強くない？あれ？誰だ、弱いって言ったやつ。よいしょ。誰だ、弱いって言ったやつ。勝ちましたね。おー、簡単だな。あれ、ちょっと待ってよ。いや、俺の中では弱いんですよ。ちゃんとあの理由があります。というのも、なんかねそんな変わんない今までと、うん、弱いっていうか今までと変わんないっすね。そう、だから刺さるときは刺さるし、刺さんねえときは刺さんねえみたいな感じで、だから強化されたかっていうと、そうとは思わないですね。そう、だから別にめちゃくちゃ弱いかって言われると別にそうでもない。だって今までレイジはね、エリゴレとか、あ、いたくなめたっすね。エリゴレとか、まあエリゴレとかさ、まあエリババに入ってきたわけじゃん。ちゅうので、まあその辺とはね、今まで通り合うとは思うんですよ、それ。だけど、新しいなんかね、枯渇デッキにレイジが入ってきましたとか、そういうのはね、ないと思うんですよね。なんか、使った感じ。そこまでね、やっぱ安定感がない。それなら、今まで通りウッドでいい。雪玉でいい。って思ってます、今んとこ。なんかね、普通です。正直な、今の試合見てって感じなんですけど、正直な感想はね、めちゃんこ普通に、普通、だからスパーキーとかね、レイジデッキ代表だと思うんですけど、まあね、まだまだというか、もう今まで通りいけんじゃねえぐらいの感じでは、マジでチンパンしちゃおう。じゃあスキラレイジにね、希望を抱いてます。さあ、これレイジでザップぐらいのダメージがあるんで、マジやりたいだけみたいな、これ。マジやりたいだけなんですけど、あれ
やべえ、全言撤回することになるかも今日の動画で。今までのスパーキーにしか合わんとか言っときながら、エレジャイだそんなこと言っときながら、スケルトめっちゃ相性良さそうなんだけど。ちょっと待ってよ、あれさっき使ったんですよ、なんかいろいろ僕、それこそ古城馬場とか、なんだっけ、なんかいろいろ使ったんですけど、あんまパッとしなかったんですよ。あ、でもこれはガゴを処理できる。え、強い。ガゴを処理というかダメージがありますね。これ許容して、いや、打ってもいいけど、そんなこの1体のアーチャーに。てか相手の時、あ、ダメだった。なんかエギーヌいたわ。あんなカードいいの忘れてました、ね、さあ、まあどうしよう、いけるか。ちょっとね、強いです、ごめんなさい。弱い、弱かったんです俺が使った時は、さっきは。マジで。でも今使ったらちょっと強い、そういう日もあるよね。お、うまい。マイティー、そうだ、筋肉起動がね、悲しいお話っすよ。マジでごめんなさい、弱いと思ってたんですけど、こんな感じで処理できない。いやー、有能だな。で、これマイティーバカあります、ちなみにガゴ群れ。あ、だから俺スケラなのに金起動されたやん、やばくね、今思ったけど。オシャンティーボーイ、これ守れば勝ちです。だから相手のデッキエギーナ、エレージャイ、エレージャイマジアチャディガ、エレージャイいらんやんっていう話。よいしょ。まあ、こういうことよね。あら、おきれい。え、レジめっちゃ強くね。防衛に。俺なんで弱いと思ってたんだって。いや、でもまだ戦いたい俺は。よいしおい、え。ちょっと、ごめんなさい、レイジちょっと強いかもしれない、強いかもしれない。いや、なんか古城馬とかでも使ったんですけど、なんかレイジ打つけどみたいな。あ、いいやんだし、しかも世界一バッチ、圧がやば。レイジ打つけどみたいな感じだったんですけど、俺の使い方が悪かったのかな。なんか程よいダメージがあるので、タルババレイジとかね、そういった防衛がめちゃんこ輝いてんだけど今んとこ。嘘かまことか。さあ、こういうのもね、暇レイジで、ああ処理できんかったわっていうね。よしよしよし、まあまあ一旦ね、マザネクザップか。あー、スパーキー、スパー
キーはね、同祭これ渋いっすね。まあでもガンイモでスパーキーレイジとかね、スパーキーレイジ今まで強いんでね、弱くなることはさすがになさそうなんですけど、あーマジしんどいぞ。こうやって、うん、あれなんかもう防衛優秀だな防衛がめっちゃ強いんだけど、攻めより完全に防衛カードなんだけど今んとこ。いやフェニックススケラー打つだけか。でぶっちゃけ墓石はね、同サイスパ渋すぎるんで、うわー打たれないのいいね。しかもマイティ強い。これマザネク使ったっけ。いや使ってないっすね、今使いましたね。ここちょっと行きたいっすね。でこういうガゴとかもこれで処理できる、レイジと、しかもレイジで組み合わせて、やばかったらフリーズもかけちゃって、怖いが、ちょっと怖いが、やばい逃げれなかった、やばい、あーなんか今のは俺が悪いな絶対。まあでもスケラーなんですけども、まあフリーズがあるからね、これはフリーズがあるからマザニクにも勝てそうだったけど、なんかモヤモヤすんな、なんか負け方もなんか相手もレイジあったのかな、今レイジ持ってた、今あったか、マザニクグマミニベゴブスパーヒースピザップ、そうっすね、スパーキーだし、うん。というわけでなんかレイジを、まあ、うまく使えたらいいのか、どうなんだ、うん。なんかね雪とかザップのダメージなんで全部微妙には残るんですよね基本的に。よいしょ、それをこうマイティバッカーとかタルとかでいい感じにやんなきゃいけないのかちょっと納得いかないですよね。これ、親衛隊に意味ないじゃんっていう話なんですよ。僕はこれが嫌いですね。今回のレイジの。ダメージあるけどちょっとすぎるんで、ちょっと納得いってないです。うわ、納得いかん、それも。今回のアイテムデッキマイティにめっちゃ強い。あ、マジで納得いかん。あ、マジで切れそう。あ、しかもゴブリン処理できません。あ、もう納得いかん俺が下手なんだっけ。あー、ゴブギャン、ゴブリンかけるギャングか。さあでもちょっと今んとこ受けが下手なのと、相手の矢の雨がね、ぶっ刺さってんな、おい。ちなみにこのデッキね、レイジなんかもともとは矢の雨だったんですよ。矢の雨が進化して、レイジになったんですけど。吹き合いたな。あ、撃っちゃえばいいんだよ。強いって。あれ。さあまあまだね、まだレイジはね隠し持ってるよみたいなもんや。しんど、マジしんど。いやマジで、あと暇
何これ、ふざけてない、うっ、苦しい、苦しいよ、吹き矢が、ステージで吹き矢飛んでくんねえかな。いや、相手甘えましたね、これ。ベリーベリーベリーチャンスが。やってきたと思ってんだけど、防衛うますぎ、にゃー、親衛隊がマジ強えなと。あ、やべえこれ親衛隊が親衛隊がただただ強えやんっていう話する。まだ諦めてません。あー、マジで無理。何これ。なんかえげついのいますね。ああ。頭勝ち割れそうだな。むむむむむむ、まあ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 、そういう試合もね。たまにはあるよね。というふうな感じで、個人的にはやっぱり気に入ってません。D ラン、なんかね、まあ結局今までと使用率とかもあんま変わんないってことっすよ、多分ですけど。今までスパーキーで使われてたレイジはそのまま使われるし、今までエリババレイジで使われてたなら使われるけど、新たに他のデッキで使われるかっていうと別にそうじゃない感ですね。頑張って。あー、マジでずるすぎ。ほら、これちょっといい働きするやん。すごいやん、もうレイジフリーズ一つのデッキってもイカレイカレチンなんだけども、まあまあレイジはいいっすね、守るか。どうなんだろう、評価高いのかな、レイジ。わざわざレイジにするメリットがそんなない気もしてるって言いながらレイジ今使ってんですけど、試してね。さあ、高回転圧着エレジャイか、回転早いな。うっ、卵残るんだ。チャンスだね。さあ、チャンス。でもここにレイジスケートの処理しろ。うっ、さあレイジスキラでめちゃんこダメージが入らないだと。まさかの、まさかの全然入ってくんないが、
か相手高回転やつ。フリーズパッキン。ぬっ、ワンチャンスキング折れねえかな。どう？マジで天才キング狙い。いやー、来た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 、やば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 。レイジのおかげです。なんて言えねえっすよ、でも。フリーズのおかげならどう考えても今の。あんなまでなんねえしな。いやー、まだまだ。でもレイジのおかげか。いやー、こういうことをされるとでも嫌になるっすけどね。まあ結果的に勝ってたっしょっていう。どうなんだ、削れてなかったら負けてるかな、ライトニング削りで。いや難しいな、難しいな。なんかさ、最近フェニックスとかめっちゃ強かったじゃん。そう、分かりやすくて強かったやん。いやもうどう考えても強いんだけど、今回のレイジはもうフェニックスに慣れてしまったからかな。ああ、まあまあ強えのかみたいな。フェニックス病と呼びますこれを。ああ、ものすごいいい雪されてます。スケドラだったのか、フェニックスだと思ったらな、ちゃったんですけどね。まあ近畿をしたかったけど、しゃーなしかな。あ、これエリポンあるんで行きます。あ、エリポンないかも、ヒースピだったら。熱い、ヒースピないのは結構神っすね。でマイティを攻めちゃうっていう。あ、ボンバつる、マジか。あら、マイティ、あ、やば。マイティ、始まりに出さない方がいいっすわ。学び。そういったパターンがあるんですね。マジで。いや、こうなってくると、激渋っすね。レイジだって使ってねえもん、まだ。ライドラもいて。やばいよねっていう話ね。まあでも音が行かなきゃいけない。いやマジで控えめすぎたレイジが。はしまいマイティー、はしまいマイティー、ダメ。さあどうでしょうか、レイジちゃん、フォローミー、レイジちゃん。パッと見ね、スケルトはめちゃくちゃ相性良さそうなんですけど、面白いグレーかな。さあ無糖ってことはワンチャンマーザネクまでいますね。さあフェニックス、もう行きたくなっちゃうな。いやーめっちゃいい卵の位置だな相手の。さすがにこれ逃げ得っすね。ザッピー、ザッピームーとフェニックスも珍しいですね。これまたドリルさんだ。
珍しい型のドリルっすね、これも。行っちまうか。絶対いるやん。でも一本折れて、まあ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 、なんとも言えんなあ、マジ。攻めでは強いのか。熱い、今の違うとこ飛んでた。マジマザネクやべえ。思ったより入んないね。うわー、しかも間に合っちゃうと。間に合いません。非常に難しいとこではありますが、もうザ普通って感じですね。はい、もうそんな感じで終わります。ではお疲れ様でした。またね。